しょっと。ずいぶんカジモ様になってきたわね、アニュー。いい感じよ。シノ。やっぱりこの神社の井戸水は冷たくていいわね。なんでこの夏の暑さでも氷みたいに涼やかなのかしら。さあ、それよりそんなに慌てて飲むと頭が痛くなりますよ。大丈夫よ、私はそんなに弱じゃ。って、言ってて。ほら、言った通りじゃないですか。あの、リク、私の家事の才能はいかがなものでしょうか。まあ正直良くなくないとも言えなくもないと言い切れない。どっちですか。いや、まあ掃除はまだマシなんですがね。洗濯をすると服を破るし、裁縫は手つきが危なっかしくて任せられないし、料理は、でも、だったらなんでリクは平気なのですか？それはもちろん、あなたを愛しているからです。嬉しいのは確かですが、つまり愛がなければとても食えたものではないと。これは相当努力が必要か。もっとも、この点については戦闘知識に特化した竜王区を頼るわけにもいかないし。はじめまして、君吉しのです。あ、こんにちは、です。こんなに可愛い人を見つけてきたの。女性に興味がないような顔をして。あなたも隅に置けませんね。いやいい年にもなってなんで縁談の話を断り続けているんだろうってみんな心配していたのよ。心に決めた人がいるならもっと早く言ってくれたらよかったのに。もうすみません。というわけで今更ですがご紹介させていただきました。本当に今更ね。わかったわ。村の年長組には私がうまく言っておいてあげるから。ところで祝言の予定は？それから
あの、それで、私に何か。ごめんなさい。私ったらつい。話は、リクからお聞きしました。海の向こうの外国から来られて、異なる文化の場所で生活を送られるのは、いろいろと大変だと思いますので、不詳を飲みながら、いろいろとご助言ができればと、こちらに参上した次第です。よろしくお願いしますね、羽生さん。はい。こちらこそ、よろしく、です。そう硬くならないで。見たところ、私とそれほど歳も変わらないようですし、どうかこれからは、友人と思って、仲良くしてくれますか？その、ええ。しのさんは女性ですからね。私では気づかないことでも、きっとあなたの力になってくれると思いますよ。そうそう。リクってあんまり気が利かないっていうか、いつも思い込みが激しいでしょ？おまけに人の話を聞かないし。あ、確かにそうです。やっぱり、いずれにしても、リクのお嫁さんなら、私にとっても妹みたいなものですから、どうか遠慮しないで、何でも相談してくださいね。私の知らないリクを知っている人。よろしくお願いします、シノさん。ええ、よろしく。私のことは、どうかシノと呼んでくださいね。もちゃんとできるようになってきたわね。最初はどうなることかと思っていたけれど、もう立派なお嫁さんよ。ええ、指導してくれたシノには感謝しています。あなたがいなければ、カジらしいことは何一つこなせなかったはずですから。最初はびっくりしたわ。リクが自分の花嫁さんにカジを教えてくれって頼みに来た時は、どんな武将者なのかなってね。まさか外国人さんとは思わなかったけれど。あ、すみません。この国の文化にはまだ馴染みがなくて。謝らないでいいのよ。知らなくて当たり前なんだし、慣れないところに嫁いでくるのがどれだけ大変なことか、私は分かっているつもりだから、しっかり覚えるまで何でも私に聞いてね。でも、なんだかあなたにはご迷惑をかけてしまっているようで。いいのよ。だって私たち友達でしょ。ええ。あなたは私の大切な友達です。
かわいいね、これ。ありがとうね、搬入。私ってそそっかしいから。はい、これ。別に、外国人だからね。例えば、瞳の色が違うように、外見が違っていてもおかしくないでしょ？ありがとう、シナ。ん？どうしたの？急に変な搬入。そうですね。少し変かもしれません。あ、そうだ。肝心のものを渡していなかったわね。羽生にお裾分け。お裾分け？うん、今日の法事でちょっと作りすぎちゃったの。羽生好きでしょ？これ。せっかくだから一緒に食べようと思ってね。リクもいれば夕食までの軽い間食にどうかなって思っていたんだけど、羽生？どうしました、シノ？いや、羽生がぼーっとしているようだったから。いえ、私は別に。ああ、リクの話でしたね。今日は私用で町の方へ行くとのことでしたので、せっかくですからいただきましょうか。とりあえずその口元のよだれは拭いたら。そういえば、リクは町に何のようなの？さあ、詳しい内容までは。なんでも、呉服屋によると。あ。噂をすれば、なんとやら。そのようですね。何も走って帰ってくることもないと思いますが。
急いで見せたいものでもあるんじゃない？例えば羽生に贈り物があってあなたがどんな反応をするのかとか。え？あら、羽生、顔が赤いわよ。そんなことはありません。照れちゃった。そうだ、もう一人分湯飲みを取ってこないと。羽生、見てください。まさに会心の出来の巫女服ができました。はい。ですから巫女服です。最高傑作と言っても過言ではないでしょう。さあ着てみてください。リク、もう一度言ってくれませんか？何ができたのですか？はい、何度でも言いましょう。素晴らしい出来栄えの巫女服ができたのです。今度こそ羽生に気に入ってもらえる最高の代物を用意しました。今回の巫女服は今の私に考えうる限り最高のものを作ったつもりです。今羽生が着ている巫女服を元にしながら袖口を分離させるという構造を発展させまして、今回は下の方も切り離してみました。はい。今までの私は甘かった。巫女の素晴らしさを表現するために女人の美を追求すると言いながら、未だどこかで巫女服として越えてはならない一線があるような気がしていました。しかしそれこそが巫女服の進化を阻害する悪臭。物事は変革していくことで新たなる世界を切り開くものであり、巫女服もまたそうであると言えましょう。なればこそ今の私に作りうる最高の巫女服というのならば、今までにない斬新かつ洗練された発想が必要だったのです。こいつは。実はこの巫女服は今までの女性服では考えられない挑戦をしています。それは
お腹。白衣を胸下までとし、火バカマは通常の胸下で止めるのではなく、男性と同じく腰止めにする。こうすることで本来日常生活では決して見ることのないお腹という部位をあらわにすることができるのです。なおかつ白衣の下半分をなくしたため、火バカマの内側には何もなく、左右に開かれた切れ目からは、ああ、そこに広がるのは桃源郷。ほいこら。今回は私が手ずから作り上げたわけではありませんが、私と志を同じくする兄弟が丹精込めて作り上げてくれました。この間知り合ったばかりですが、とても腕のいい呉服屋さんですよ。さあ羽生、これならばきっとあなたでも納得するはず。納得するか。ホラボブズバー。たく、一体何を考えているのですか、リクは。それはちょっと私にもわからないな。でもここでうちにあげてあげないのは奥さんとしてどうなのよ。何を言っているのですか。ここまで連れてきてもらえただけありがたいというものです。完全におかんむりね。本当にもうリクと来たら、巫女服にどれだけ執着すれば気が済むんですか。確かにリクの巫女服好きは異常ね。でも私には一度も着ろって言ってきたことなかったのはどうしてなのかしら。ああ、そういえばシノが着ると巫女服に対する幻想が打ち砕かれるとか言っていましたね。清純さが足りないとか、つつましさよりも勇ましさが表に出るとか。前言撤回。こいつ川に捨ててこようか。とにかくリクは異常すぎます。あれだけ嫌だ嫌だと言い続けているのに人の話を聞きもしない。何ですか、宝物庫に呪いの巫女服が封印されていて、それに触ってしまったばかりに憧れの巫女服を着られないまま死んだ女の霊にでも疲れていたりするんですか。いっそ呪いだった方がお祓いやお清めができた分マシだったかもね。まったくです。幽霊や怨霊の類であるならば幽霊体と構造的にはほぼ同じはず。リューンの技術で無理やり分子結合させるなり、何かしらに同化させるなりして叩き切ってやるというのに。ん、幽霊リューン。何ですか、シノ。ねえ、羽生。贈り物、そんなに欲しかったの？別に。
いながら、羽生は陸のことが好きなのね。だから自分の思うものを買ってきてもらえなくて怒ってるのよね。わかるよその気持ち。なんですかやぶから棒に。どこをどう見ればそうだと言うんです。羽生ってばかわいい。うちにお持ち帰りしたいな。お、まったく。あなた、赤ちゃんがいるんじゃない？だから、赤ちゃんよ、赤ちゃん。さっきの吐き気、きっとつわりよ。だって、羽生が大好物のおはぎを吐いちゃうなんて、他に理由が考えられないじゃない。赤ちゃん？そう、リクの赤ちゃん。本当に？本当よ本当。すごいじゃない。これで羽生も母親よ。私が母親？私は、リクがいるだけで十分。これ以上の幸福は、望むべくもない。
ついに羽生もお母さんか。どんな子が生まれてくるのか、今から楽しみね。そうですね。一体私とリク、どちらに似た子が生まれるのか。どうしたの？私は私はどうすれば。もしこの子供の頭に私と同じ角が生えていたら。それに ピトゥスの私と人間が交わった子、それはグリフィスと呼ぶべき存在になるのではないのか。
私が、この手で。聞こえるか、リュウオーク。ここに来た理由、お前ならもう察しているのだろう。羽生、早速準備をしてくれ。今から同調を開始する。どうした？本当にそれでいいのですか？ハイリューン、イエアソムールジェダ、ピティスより、同胞たちの査察の任を受け、この地に下された、ジェダの加盟を継ぎし者、
ライノス、リューンオークとの交信を求める。どうした？早く入れてくれ、デューンウォーク。できません、羽生。どういう意味だ？何か問題でもあるのか、デューンウォーク。それは私のセリフでもあります、羽生。あなたの今回の判断には正直賛同することができません。子供を下ろすことの意味をあなたはよく理解していないように思われます。それにその必要が一体どこにあるというのです？何を言うか。これまでにこの世界のグリフィスが起こした惨劇はお前もよく分かっているはずであろう。私と人間の子はグリフィスと同様に人間、そしてリューンの同胞にとって新たな脅威となるかもしれない。故にその災いの種をここで断つ。それのどこがおかしいのだ？いえ、羽生、あなたは嘘を言っています。ですから私はその命令を拒絶します。嘘？嘘だと？バカなことを言うな、デューンウォーク！まさか、思考回路に異常でも来たしたとでも言うのか？私は正常です。むしろあなたの方に違和感があると、あえて言わせていただきます。何？羽生、あなたは逃げています。母になることからではありません。他人の運命に責任を持つことから、あなたは逃げようとしている。常に強大な敵に立ち向かい、困難な任務を遂行してきたあなたの判断とは、とても思えないものです。故に、私は今回のあなたの判断を否定し、拒絶する結論に達しました。何を言うか、エセ生命体の分際で。お前の役目は、私に従い、私の必要に応えることであろうが。にもかかわらず、造物主に逆らうとは、どんな了見だ。私は、あなたの身の上の保全、そして幸せの維持を目的に作られました。故にあなたが不幸になると分かっている行為を断じて認めるわけにはいかない。あなたには最善の選択をしてもらいたいのです。貴様、羽生、冷静になってください。あなたは自らを不幸に追い込んでもそれで平気なのですか？自分のため、自分の大切な人のために生きることこそ最良の選択ではないのですか？そんなこと、そんなこと！それで誰かの不幸を容認しろと。デューンとしての矜持を捨てて、自ら災厄を広げる罪業に手を染めよというのか。ふざけるな。そんなこと私にできるはずがないだろう。なぜ不幸になると決めつけるのですか？なぜ
最悪を広げると言い切れるのですか？その結果は現時点ではどうなるか全くわからないことのはずです。あなたの予想はあなた自身が勝手に思い描いた幻想、数多くある可能性の中のたった一つの多元的な未来の姿です。それに至る保証はどこにもない。それにとらわれる必要性も全くない。故にあなたは間違っていると私は申し上げているのです。ましてあなたのその選択がリューンの掟に逆らうものだと誰が決めましたか？それこそ勝手なあなたの思い込みであり、あなたが自ら課した風と檻です。リューンが定めたものは突き詰めてみればただ一つ、新たな故郷にて先住の人々と共存し新たな繁栄の歴史を築くこと。それのどこにあなたは反しているというのですか？やめろ、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 やめろ。この子は、この子は角を持って生まれてくるかもしれないのだ。それなのに私と同じ思いを味合わせるのか。私と同じように苦しみ悩み悲しんでリューンでも人間でもない存在であることに是非を問わせるのか。そんなの、そんなむごい仕打ちをお前は我が子にさせられると思ったか。羽生、ずっとずっと私は味わってきたのだ。ただ角がある、それだけで迫害されることの辛さを。角があれば人間ではないのだ。それを人は鬼と呼ぶ。決して同じ交わりにはいられないのだ。人間にもなれず、リューンでもあれず、私はずっと寂しかった。どうしようもなく孤独だった。鬼と言われること、本当は辛かった。それにリクを、我が子を巻き込めと。冗談じゃない。私にそこまで外道になれというのか。羽生、並大抵のことではないのだ。この世界で我々リューンが人として生きること、そんな覚悟を重荷を背負わせて子に辛い思いをさせると分かっていながらこの世に放り出すことなど私にはできない、できるわけがない。あなたの子供があなたと同じように生きるとしてもですか？何？私はこれまで何度もあなたと同調してきたからこそわかります。あなたは今愛する人の子供を宿したことに幸福を感じている。なのに無理をしている。今の幸せよりもあるかもしれない不幸を懸念してそれを受け入れることを恐れている。無理などしていない、無理など。それが無理だというのです。確かにあなたは辛い日々を送ってきたかもしれない。
あなたの子供があなたにとってのリクのような存在に出会えるかも定かではない。しかし、たった一つだけあなたの時とは違うことがあります。それはあなたとリク、すべてを理解した両親がそばにいるということ。ハイリューン、イアソムール・ジェダ、ジェダの仮面を継ぎし者としてライノス・リューンオークとの交信を求める。ハニュー、さっさと開けろ。これはジェダとしての命令だ。お願いだから。ハニュー。やめてください。何をしているのですか、あなたは。話せ、リク。私はなぜ身を投げる必要があるのですか。違うのですか？当たり前です。この私があなたに黙って死ぬわけがないでしょう。ではどうしてこんなところに来たのです？それは羽生。おしのさんから話はすべて聞きました。聞いたときは本当に嬉しかった。ですから、あなたの口からそれを聞いて一緒に喜び合おうと思って待っていたのですが、どこを探してもあなたは見当たらなくて、それで心配になって。それにしても、あなたはどうしてこんなところに来たのですか？それは。私の子を産むことが、そんなに嫌でしたか？そんなわけがない！
ならばどうしてです？なぜ言ってくれなかったのですか？この子には私の血が入っているからです。驚かないというのなら、リクも気づいているのですね。私とあなたの子ということは、私の血を継いで角を持って生まれてくる可能性がある。だから私はこの子を下ろそうと決めました。私が鬼ヶ淵沼に来たのはそのためです。この沼はリューンウォークと私が同調する場所。この中ならばこの世界では困難なことも可能となる。だからこの子を。この子は生まれてきてもきっと幸せにはなれない。そしてあなたもせずに済むはずの苦労を背負うことなく、悲しみに苛まれることもなくなる。だから私が。ハニュー、それは私の存在も否定するということですか？あなたが救ってくれたからこそ私はここにいる。父からはそう伝え聞いております。この先、死ぬよりも重い真空が待っているだけだろう。それならば、いっそのこと。羽生。産んでください。お願いします。でも私はあなたに余計な重荷を。私の妻になってくれるというのは嘘だったのですか？そんなことは。だったら私のことも信用してください。あなたのことを本気で愛して、あなたの幸せのためなら全てを受け入れる覚悟はあるつもりです。私が出生の秘密を聞かされたのは当の頃でした。その時は私もあなたと同じようなことを言いました。自分はフルデの人間ではないと。しかし父は笑って答えてくれました。お前はフルデリクだ。たとえ血を継いでおらずとも間違いなく私の息子だと。その時、父の本当の子供ではないことに苦しんでいた私は救われたのです。だから今度はあなたを救いたい。羽生、
あなたは優しい人だ。だから誰も傷つけないようにと、子供を下ろすことに決めたのでしょうが。そんなこと、しなくてもいいのです。もうあなた一人が傷つく必要はない。私は何があろうとも、あなたと、あなたの子供を守ります。その子は、生まれていい命なんです。私があなたたちを守ります。どんなことをしても、どんな思いに耐え抜いてでも、愛するあなたたちの隣にいます。だから、その子を、産んでくれませんか？